なんだけど、うん、左ですか、はいはい、これだ、あ、そうそうそう、ここここ、これがかの有名な正面です。エビ釣れる。釣れるの？おとなしいエビ。おとなしいエビ。これから。おびっくりした。すごい可愛い、欲しい。子供か。え、欲しいあれ。ちょっと月見さん、あれ欲しいって言ってるんですけど。え、可愛い。取ってる。上にあるよ。すげえ、めっちゃ怖いでも。え、普通に落ちてくるやんこれ。ああ。おー、すごい。え、かわいい、あれ。あー、めっちゃ15分いく。わあ、すごい、でかいんだよ。すんごい大きいんだよ。はい、こちらが今日来た有名なアジパイ。あそこの鳥をね、揚げるんですけど、もう普通揚げるだけなんですよね。だからよくでほら、焼いてるんですよ。あれが旨味の秘密らしいんですよね、どうやら。すげーでけんだな、チキンが。めっちゃでけん。はい、4人で行く。あ、そう、4人で行くよ。よし、よし、よし、もちろん、もちろん。もう食いで半分ずつ、2で半分かなってこと。1個でいいです。これあるんで。ペロじゃねえんだよ。これ食うでしょ、この後。ほら、揚げたのをこうタレにつけて、タレつけてる、タレにつけて、で焼いてんの。揚げ焼き切ってはくれないね。変えたぞ。早かったね。天才が早いね、お店の方で。ほら、めっちゃ並んでるでしょ。あんなに早い受け渡しでこんなに並んでたら、めちゃめちゃ儲かってる。めちゃくちゃ儲かってる。食レポ下手くそなのに。いいよ、食レポ下手くそなのに。すごい終わりみたいな。いいんだよ。もうずっと言ってるけど、アイドル別にね、トークも上手くなくていいし、食レポ下手くそでいいの。もういいんだよ。食ってくれればいいんだよ。いや、あと生きてて、息してくれてればいい。いや、もう単語全てこなしてるわ。じゃあそう、それでいいんだよ。アイドルでよかった。そうなんだよ。ではほら、ちょっと顔の横にね、ほらほら、そうそう、フレッシュ、いいじゃん。え、マジで私今日学んだのは、マジでかい、マジでかい。食べ方が難しいな。2袋からわーって出していいじゃん。それ切ります、ちょっと、うん、真面目さがにじみ出てるな。いただきます。あのタレの匂いがします。うん、例の甘い、ほら、あの甘いなって。皮やん、皮やん、皮ですか。皮やん。鼻とかしん。赤い。口赤ちゃん。口ちっちゃい。お口が赤ちゃん。これがアイドル。マジアイドルでもこんなちっちゃいのなかなかいないよ。笑う。マジで。アイドルからのダメ出し。美味しいです。お、めっちゃ揚げたてだから。うん、ちょっとそう、揚げたてを食べないよ、揚げたてを。分厚いんだよ、ほら。すごくない？厚みがやばい。いただきます。めっちゃタレがうまい。タレうまいんだ。タレ美味しい。あ、熱いよ。え、待って、え、熱い。熱いんだ、揚げたてだもん。今噛んだら肉汁がベッて出て舌が負傷しました。小籠包なじみにですよ、多分。あー、うまっ。これ胸肉なんですよ、結局。はいはいはい、はい、はい、胸肉ってパサパサするじゃないですか。めちゃくちゃジューシー。すごい、すごい、ブルーだもん。うん、色気がすごいんですよ、ほら。すごい、揚げて揚げてしてるからなのか。うーわー、1回しか揚げてなかったり、焼いてないかったらもっとパサパサなんですよね。うまい。や、もう持っただけで熱いじゃん、絶対わかんじゃん。すっごい猫舌なの。わかります、私もです。ただね、この辺食べた方がちょっと、そうだね、ここ絶対熱いよね。やっぱ油出るから。端っこ、端っこ行きます。ちょっと薄さが違う。
甘みとさ、そのしょっぱさのバランスが最高だね。そうなんです、そうなんですよ。すごく美味しい。うわ、最近皮だけ食べたからあれなんですけど、皮がめちゃくちゃうまい。皮うまいよね。うまい。やけどすんなよ。うーい。うまい。並ぶだけあるわ。うまい。うまい、これ。普通にうまい。じゃあ、こいつもちょっと味見しますか。はぁー。やばい。オリジナルでかいよこれ。やば。弾力度です。あ、硬いわ。硬い、沈まないもんこれ。シフォンケーキにしては硬いですよ。じゃあちょっといきますね。すごい。あ、おお、でもあ、でもふわっとしてる。ちょっといただきますね、はい、いただきます。すごい、おいしそう。あー、わー、これ秒ですわ、秒。いや、でもマジで秒だわ。いや、このサイズ4人でもきついなと思ったけど、これ秒だわ。いや、きついよ。めちゃくちゃ軽い。びっくりする。本当だ。さっき押した時結構硬いのかなって思ったけど、美味しそう。ニュってニュって潰れる。エアー感がすごい。いただきます。美味しそう。しっとり。え、すごいね。自分ちょっといいっすか。2回目おかわり。なんか低反発枕、わかる。わかるよ。あの、いっぱい入ってる。うん、シュンって沈んで、いい、心地いい感じ。いや、心地いい。マジで、私、本当にシフォンケーキ大好きで、めっちゃ作ってたから、余計になんかすごい気になるんですよ、美味しいシフォンケーキ。あ、チーズだね。なんで？そう、なんでって感じ。いや、マジで、硬いのに、なんで？硬いけど柔らかいやん。そう、何言ってるかわかんないと思うけど、それ俗に言う低反発枕。うまっ。すごっ。めっちゃうまい。お肉もあります。え、このコンビやばくない？やばい。あ、うまい。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 そんな好きないの？うん、無理ですよ、テンちゃんそんな好きじゃないんですよ。嫌い。どっちかっていうと嫌いなんですよ。でも、食べたいっていうぐらい魅力だし、実際食べたらうまいっていう、うん、まあ、っていうのは相当すごいですね。うん、だって踊ってたもん、うまいって今。ウイって踊ったら正解ですけど、わかりやすいです。わかりやすいね。うん、これでちょっと甘いなと思ってそっちに戻って、しょっぱいくなって戻ってくればいいんでしょ。うん、もう永遠ループやん。我々はやばいものを最後に手にしてしまう。よかった、チャーハンあそこでお借りしなくて。うん、学習能力が身についている。はい、身についたね。2日にしてなかなかいい感じです。身についた。いい、ね、僕はもうすぐ10時半。はい、うん、いい時間だ。いや、昨日も一日歩いて今日も一日歩いたから、今日はもう早く寝て、また明日も朝が早いと聞いてるので。そう、明日も朝早いです。台湾旅行は私になって、いつより朝かって明日8時明日どこ行くの？明日朝行きます。そうか、今日寝坊してますからみんな。そうそうそう、今日だって次8時って言ったら多分明日8時半じゃねってなるよね。あっちゃうからね。はい、はい、ということで2日目お疲れ様でした。おやすみなさーい。